日米施設の共同使用や共同演習がこれから増加させるということであれば、さらなる県民に対する、精神的な、不安も含めた、この県民への負担が増していくというような状況は絶対に避けなければならないというポリシーが我々の考え方です。ですから玉城知事はこのように述べ、東アジアの緊張緩和に向け、外交や対話による積極的な取り組みが重要だという認識を示しました。また今月、アメリカ海兵隊が下地島空港の訓練を計画し、県からの自粛要請で取りやめた問題について、やら覚書などに基づき、緊急時以外は自粛すべきという県の方針を改めて強調しました。このほか玉城知事は、4月から値上げされる電気料金について、今週上京して国のさらなる支援策を要請する考えを示しました。